どうもこんにちは、本橋平介です。今日は内向型コンサルタントの堤ゆかりさんをお招きしてます、はい。ゆかりさんは最近このもう内向型は組織で働かなくていいという本を出版しました。おめでとうございます。ということで今日は内向型のプロのゆかりさんに、内向型とは何か、内向型の人がどう生きたら幸せになれるか、そして内向型の人に合った働き方について聞いてみたいと思います。よろしくお願いします。はい、お願いします。ではそもそも内向型とはどういった人のことを指すんでしょうか。はい、一言で言うと、うんうん、刺激に対して好反応を示す人ですね、うんうん。で、なんかでも私は4つの特徴があると考えていて。4つの特徴、はい、はい。まず1つ目は、うん、考え事や物思いをふけることが好きという特徴を持っている人、うんうん。2つ目は、刺激のキャパシティが小さい、うん、小さい、はい。で3つ目が、うん、情報処理の速度が遅い傾向、情報処理が遅い、はい、うん。で最後4つ目が、うんうん、まあ、元気になりたい時、疲れた時のエネルギーの充電方法というのが、うん、1人で過ごす時間、うん、なるほど、ね。ということは内向型の人が、はい、なんか内気なイメージとかっていうのをなんか持ったりしてる人がいるかもしれないんですけども、はい、必ずしもなんかそうでもないってイメージですか。そうでもないですね。やっぱりなんかこう口数が少ないとか、うんうんうん、こうみんなとワイワイするより一人でいることを好むっていう傾向があるので、うんうん、その様子を見て、うん、なんかちょっとネクラとか暗いみたいな、うんうん、イメージは持たれがちなんですけども、うん、イコールではない。なるほど。でそこはちょっと注意した方がいいポイントということですね。はい、分かりました。で、外向型とじゃあ内向型の人っていると思うんですけども、はい、まあ、大きく分けると違いってどんな感じなんですか。元気になる方法っていうと一番顕著に違いが分かりやすいかと思うんですけど、うん、今お伝えした通り内向型寄りの人は一人で過ごすとか、うん、静かに過ごすとかそういったことを好むんですけど、うん、外向型の人は真逆で、うん、こうみんなと過ごすとか、うんうんうん、にぎわってる場所に遊びに行くとか、うん、まあ、刺激を欲するんですよね。刺激を欲する、はい、はい、そうっていうところが、まあ、一番分かりやすい、うん、なるほど、違いですね、うん。まあ、刺激があった方が自分にとってプラスになるか、 そうですね、それがマイナスになるかみたいな。ですはい、ちなみに自分が外向型なのか内向型なのかっていうのを、うん、まあ、知ることっていうのはできるんですか。はい、うん、どうやったらできるんですか。そうですね、一番簡単に見分ける方法としては、うん、まあ、今お伝えしたように、うん、まあ、休みの日何するのが好きかとか、うんうん、疲れた時自分を癒す方法とか時間の過ごし方って何なんだろうっていうのを考えた時に、うんうん、まあ、1人なのか、まあ、みんななのか、そのキーワードによってなんとなくどっち寄りなのかっていうのが判断できるっていうのが一つで、うん、まあ、さらに詳しく自分がどっちのタイプか知りたいということであれば、うんうん、であれば私が作った診断テストがあるので、それを答えていただくといいかなと思います。その診断テストは聞くところによると、ここに載ってるという話だ。そこに載ってる。皆さん、この本を読むと、そのテストをして、自分が外向型なのか、内向型なのか、はい、あとは、まあ、完全に2つというよりか、どっちかっていうと内向型とか、どっちかっていうと外向型、まあ、もしくは、両生類。両生類。何て言うんでしたっけ？両向型。両向型。はい。カエルみたいになっちゃう。はい。両向型の人に、これを見たら分かると。そうですね、はい、まあ、先ほど僕もこれやったんですけども、うんうん、僕はやや外向型でした、うんうん。で、まあ、この著書にも書いてあったんですけども、まあ、今の世の中っていうのはどっちかっていうと外向型の人が生きやすいような世の中の仕組みになっているということなんですけども、うんうん、まあ、そんな世の中、今の世の中の中で内向型の人がこう自分らしくハッピーに幸せに生きるにはどういうふうなことを気をつけたらいいとか心がけたらいいとかっていうのありますか。そうですね、まあ、いくつか段階があるかなと思うんですけど、うん、はい、まあ、まずは自分が内向型であるっていうことをしっかりと受け止める努力をするというか、うん、受け止める受け止める、うん、やっぱり周りが外向型寄りの人ばっかりに見えるので、うん、そうなれない自分に劣等感を感じたりとか、うん、まあ、苦手なことを克服しようとしたりとかしてしまって
で苦しんでしまうんですけど、うんまあ、自分はまあ生まれつきそういう特性を持っているんだっていうのをまあまずは知る、理解するっていうところから始めるのが大事かなと思いますね。まあ知っていけどね。そうですね、そうですね。その次の段階があった。はい。でその上で、ねうん、自分が居心地いい時間の過ごし方とか環境ってなんだろうっていうのを、まあ、きちんと見つめてもらうのが大事かなと思っていて、うんうんうん、で具体的にはやっぱりキーワードとなるのは刺激量をコントロールするっていうことで、うんうんまあ、自分にとってすごくプレッシャーとか苦手と感じる刺激って何なのかっていうのも、うんうんうん、同じ内向型でも違ったりするので、うん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 、人混みが嫌なのか、うるさい場所が嫌なのかとか、そういったところをその自分にとって好き嫌いっていうのをこう仕分けをしていって、苦手なものはできるだけ避けるようにするっていうことですね。ここは大事だと思いますね。じゃあもうその避けさえしておけば OK みたいな感じですか？避けるだけではなくて、まあ、より良くっていう方向性にしたいのであれば、まあ、自分のこう良さだったりとか自分が得意なところを、うんうん、コミュニケーションの部分でもそうですし、うん、仕事の部分でも、うんまあ、活かせるように伸ばしていけるような働きかけをできると、うんうんまあ、より自分のことを受け止められるようになるかなと思います、ねうんうん、なるほどですね、うんまあ、ちなみに例えば、まあ、僕たちって起きてる時間のほとんどが仕事をしてるというところで、はいまあ、仕事の中でのこう過ごし方っていうのが結構大事になってきますと、うん、ういうところなんですけども、はい、まあ著書とかにもね書いてあるように、はい、レスポンスがちょっと遅い場合の時に、うん、やっぱり外向型の人とそこでズレが生じて生きづらくなってしまうっていうことが、はいまあ、内向型の人はあるということなんですけども、うんまあ、そういう意味では内向型の人はどういう働き方をするのが一番その特性が合うとかっていうのって傾向ってあるんですか？まあ、一つは、まあ、環境を自分ができる範囲で整えていくっていうことが大事だと思っていて、まあ、基本的に、まあ、会社勤めであったりとか何かこうチームで仕事をするっていう場面がとても多いと思うんですけれども、やっぱりそういった中だと刺激が多いですよね。オフィスで働いているのであれば、うん、隣に誰かがいるっていうその気配だったりとか、うん、鳴り響く電話の音だったりとか、うん、あといきなり仕事中に話しかけられて、うん、自分の作業が遮断されてしまうとか、うん、ありますよね。そういったところも全て刺激になって、うん、こう外向型に比べるとストレスが溜まりやすいっていう傾向があるんですよ、うん、でもそれを完全になくすことは、まあ、特に会社勤めだとできないじゃないですか、うん、なので仕事中でもほんの少しでも一人きりになれる時間だったりとか、うん、ほっとできる場所をその会社の中だったりとかその通勤時間の途中だったりとかに持てるといい、うん、いいと、うんまあ、最終的には、ね、本のタイトルにもなっているようにやっぱその組織で働くとどうしても刺激が強いとかその刺激をコントロールできないの で、 そうです、ね、組織じゃない方がいいかなと。やっぱりコントロールできない部分が会社勤めっていう形式だと多いのでそれであれば自分の居心地よさとか自分のペースっていうのをこうキープできるような、うん、仕事の環境を自分で作れるようになっちゃった方がいいのかなと思ってます。まあ、僕も会社勤めがなかったんですけど、うんまあ、会社勤めしてる時って、まあ、そのじゃあ自分でフリーランスで働くとかっていうのに不安を覚えたりとか、はいまあ、私なんて無理じゃないのかなってすごい、はい、強く思ってた時期もあるんですけども、うんうんうん、ちなみにじゃあ組織で働かなくていいっていうことであればどういうプロセスを踏んでいったら自分の力でこう生活できていける力っていうのがついていくとかってありますか？まあ、どういうことをすればいいのかでもいいんですけども、そうですね、やっぱりまあ少しずつ、うん、段階を踏んで、うん、そのまあ会社勤めからフリーランスって働き方に徐々にシフトしていくっていう方がいいかと思っていて、でも具体的には会社をいきなり辞めるんではなくて、会社勤めをして今の、まあ、収入の基盤を保ちつつ、うんうんうん、自分でできるお仕事を副業っていう形でスタートをして、うん、ちょっとずつこう自分ができることっていうのを具体化していくといいかなと思いますね。まあ、いきなり全部スパッとやめるのはリスクがあるので、リスクがそうですね、徐々に徐々に
グラデーションをつけて慣らしていくと。そうですね、ちょっとずつやった方が、まあ、特に内向型の人は納得しながら、こう安心しながらしっかり進んでいきたいっていう思う人が多いので、いいと思います。いいかなという感じで分かりました。まあ、ゆかりさんもね、もともと組織で働いてたと思うんですけども、はい、どうですかね、こうフリーランスとかになっていく上で、うん、徐々にやっていくのっていうのは何が一番大変でした？一番大変だったのは時間の両立何するにしてもだと思うんですけど、うんうん、それはじゃあまた別の動画で、はい、やりましょうか。でそのやり方とかもこの本には書いてあるってことですね。はい、そうですね、うんうん、はい。まあね、僕もウェブのお仕事、ウェブマーケティングのね仕事をしてるんですけども、うん、まあそういう意味ではオンラインとかウェブでできる仕事っていうのはどうでしょうか、うんうん、内向型の人にとっては相性いいとかってありますか？うん、とてもいいと思います。とてもいい、とてもいい、とてもいい入りましたどういったところがいいかなってなりますか？そうですね、オンラインだとやっぱり作業できる場所を自分で選べる、うんうん、っていう裁量権があるので、うん、なるほど、こっちでコントロールできる。そうですね、うんうん、やはりその環境にとても左右されやすいのが内向型なので、うん、自分が集中できる場所とか、うんうん、集中できる時間帯も含めてですけれども、うんうんうん、なんかそれをオンラインで仕事をすると自分がどこで作業するかっていうのを自分で選ぶことができるので、うんうんうん、それだけでもかなりいいかなと、はい、うん、となるとはい、オンラインでできる仕事ってどんなのがありますかね？意外と多いと思っていて、うん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 、それこそこう誰かに、自分の今までの経験とか知識とかを教えたり伝えたりするっていう、うんうん、まあ、いわゆるこう講師業だったりとか、うんうんうん、何かワークショップを開いたりとか、うんうん、そういったことも必ずしも対面ではなく、うんうん、オンライン上でやることができます、うんうん、そうですよね。なんかウェブの仕事とかオンラインを使ってってなると、うん、なんかウェブのスキルがすごい高くないとできないって結構みんな思ってる人多いですよね。あ、うん、確かに多いです。まあ確かにそれはあった方がいいですし、はい、そういう仕事もいっぱいあることはあるんですけども、はい、片一方で今ゆかりさんが言ったように、うん、教える仕事とか自分の経験を伝えて講師したりとか、うん、それをオンラインのコンテンツを作ったりとかっていうのは、うん、まあ、最低限のウェブスキルがあれば必ずしもウェブスキル高くなくても意外とみんなできたりしますよね。あ、全然できます。私もパソコンとか全くわからないタイプなんですけど、うん、できるので、うん、そこは安心してもらっていいと思います。そうですよね、うん、僕ももともとパソコン結構苦手だったんですよ。ウェブコンサルタントやってる人が言うのもなんですけどなんですけど、うん、まあでもどっちかっていうとね、その機能を使うことよりかはそれをどうやって広めていくかも大事だったりしたりとかするので、あとはこうコミュニケーションとかですね、はいはい、うんうん、なので、まあ苦手でも結構みんなできんじゃないのかなっていう、うんうん、そうですね、まあ、今は無料で使える便利な、ね、ものとかもあると思うので、はいはい、まあ、そういったものを使うと内向型の人も自分らしく生きやすいのかなと、はい、そうですね、いうことでよろしいでしょうか？はい、はい、ということだそうですと、はい、はい、でまあ詳しくはこの本に書いてあるということなので、またよかったらね、はい、本屋さんで見ていただければと思います。はい、そうですね、はい、はい、ということで今日は内向型コンサルタントの堤ゆかりさんに来ていただきました。ゆかりさん、はい、ありがとうございます。ありがとうございます。まあ、ゆかりさんも YouTube のチャンネルやってますので、はい、概要欄に貼っておくのでよかったら見てください、はい、ぜひお願いします。そしてこのチャンネルでは、こういった働き方とかウェブの活用方法についてお伝えしていますので、よかったらグッド評価、チャンネル登録よろしくお願いします。ではバイバーイ。バイバーイ。